桜井市にある丹山神社で昨日灯籠の明かりで祖先の霊を慰める献灯祭が行われました。この献灯祭は毎年8月14日に行われ、境内にあるすべての灯籠に火を灯し、祭神である藤原の鎌足をはじめ先祖を慰霊するものです。拝殿では金子製作宮司が祝詞を奏上し、訪れた人は家内安全などを祈りました。その後参拝者の手で拝殿にある灯籠66基に火が灯されました。日が暮れると灯籠のほのかな明かりとライトアップにより境内は幻想的な雰囲気に包まれました。参拝者は優しい明かりで彩られた境内を写真に収めるなど、この時期でないと体感できない一夜を楽しみました。